リート、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。どうしたの突然、急に。なんかやるっていう予定じゃなかったのに急に収録予定が入って、なんか急にソッシーからこれやらなきゃなって思った出来事が実はあってですね。なんと今日はソッシー会ですか。突如現れましたソッシー会なんですけども、はい、実はこのラジ歴の番組にですね、実は本を一冊いただきまして。本を一冊。はい。本、どういうこと？そう、実はですね、はい、出版社さんから、出版社から一冊本を我々ラジ歴に一冊いただきまして。おお。はい、あの株式会社ワンパブリッシングさんという会社さん。ワンパブリッシングさん、はい、上野にある会社さんなんですけども、 あれね、あの歴史群像とか、はい、あ、そうです、やってる、そうです、はい、ところだよね。そうです。なんかすごい会社さんから本をいただいてしまったなと思って、ね、どんな本をもらったの？はい、タイトルがですね、はい、歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦っていうすごいねすごいタイトル。何、え、これ俺らが中国の、うん、はい、武将列伝を紹介したから、うん、いや中国じゃなくて日本を紹介してくださいよっていうあれで届いたのかなあ、前回ね、あの中国最大のヒーローとして学費を取り上げて、学費とか、まあ、その前にも ね中国武将列伝、はい、ずっと田中良樹先生の中高文庫ばっか、そう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 、まあ、勝手にそれは本とかもらえてないけれど勝手に、はい、いただけてないんですが、アピールしてましたけれども、まあまあまあ、あのね、その我々の中国武将列伝絡みの配信とは関係なしにですね、はい、その前に、それよりも前にね、届いてたということで、はい、まあ、今僕とぼけてましたけれども、うん、まあもらったっていう連絡をねソシーから聞いた時に、おいよいよなんかそういう出版社の方からも声がかかるようなね認知度になってきたのかということで、はい、まあまあ、非常に、うん、ありがたい、あの我々自身ありがたい話だなということと、うん、まあ、リスナーの皆さんにもねその喜びを、うん、はい、まあ、俺らのラジ歴が、はい、ここまで伸びたかということでねまあそれをお伝えしたかったと同時に、はい、まあ、さっきねタイトルを少しもう一回、うん、タイトル読んでもらっていい？歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦ですね、ということで、まあ、ちょっとこう、うん、ものとしてはなんだろう、こうカラーメインの、うん、こうすごくビジュアライズされた、はい、こう本になっていて、まあ、その内容的にはもうリートはわりかし結構知っていること、はい、うん、入門編みたいな感じの本になっているので、うんうんうん、はい、ぜひソッシー読めよと、読めよこの野郎ということで、はい、ソッシーに読ませたところついにねソッシー会が予定せずともソッシーが自ら喋りたくなるなんて素晴らしいことですな。いやいやいや、この本の中には選び抜かれた24人の武将たち、はい、100人じゃないんだ、はい、100人じゃない中国武将列伝100人ではないんですけど、まあもうより、まあ、24人でもすごいね、24人でもすごい、はい、時代も戦国時代だけですからね、はい、まあ、戦国時代だけ、あ、確かにね、そうそうそう、確かに戦国時代だけで24人って言ったらもうそれは相当ですよ、うん、で、まあ、あの実際に戦った人物同士を改めて戦わせて対戦トーナメントで徐々にね、うんうんうん、まあ、あの選抜されて最後優勝を決めるっていう形であったり、そう、時代はちょっとかぶってないんだけどこの2人戦わせてたらどうだったかな、うんうん、みたいな、なるほどね、はい、そういう話もありながら24人の、ね、名前をちょっといろいろ見ながら、はい、読んでたんですけども、意外と知らない武将多いなっていうこともあり、例えば、そしてあんまり馴染みなかったの、例えば最上義昭とか、お、最上義昭、山形の方で、山形、まあ、うん、伊達政宗絡みです、うん、そうですね、どっちかっていうと、はい、伊達政宗の敵役というか敵役というかライバル的なところに存在する武将っていう感じだね、ですね。あとは龍造寺隆信と、うん、ほう、龍造寺隆信、肥前の熊だね、肥前の熊、はい、うん、そして大友宗麟、この二人を戦わせて、うんうん、でこれ面白かったのはその、うん、共に島津家に負けるっていうその負け方がすごかったっていう耳川の合戦と、はい、北縄手の戦いだよね、うんうんうん、とかとか、なので、まあ、この戦わせる2人のなんか組み合わせごとでなんかいろんな観点からなんか、ね、3回戦
戦いで、2勝1敗とか3勝0敗みたいな感じで、まあ、勝者を決めていくみたいな。でまあ、最終的にまあ誰が優勝したのかっていうのはね、ぜひ、歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦、ぜひ手に取ってね、あの見てみていただけたらなと思うんですが、そうですね、まあ、あのリンク貼っとくので、はい、今日は、はい、まあ、これあのステマとか、うん、マーケティングとかではなく、まあ、僕らは勝手に PR して、うん、ね、せっかくいただいたので勝手に PR と、うん、いうことをしてますが、まあ、きちっと PR も出しておりますので、まあ、もし、はい、こう興味があってちょっと読んでみたいなとか、うん、はい、まあ、結構歴史好きの方で聞いてくださってる方はね、うん、まあまあ、その辺のあたりは知ってるから、うん、子供とか孫とかにプレゼントしたいな、はい、歴史好きにね、うん、歴史沼に引き込みたいなっていう方はぜひ Amazon、うん、リンクを貼っときますんで、はい、そちらからお求めいただければと思います、はい、でこの本を読んでて、おこの人物面白いなって思った人が一人いて、うん、ほうほう、誰ですか？で、あの、かつて、2013年か14年かな、大河ドラマ。でも、大河ドラマ。まあ、テーマになっていて、岡田准一くん、まあ、元 V6 の。黒田官兵衛ね。あ、そうそうそう、黒田官兵衛。黒田官兵衛ももちろん、あ、もちろんてか、この本の中でね、一人として紹介されてたんですが、読んでてふと目が止まったのは、信長。秀吉。豊臣秀吉、そして徳川家康、この3人を上司にして、で、まあ、軍師としてね、まあ、今歴史にも名前が残ってるわけですが、ね、なんかこの、まあ、いわゆる三英傑ってやつだな、戦国の三英傑じゃないですか。でこの3人に、まあ、仕えたっていうだけでも、まあ、すごく何でしょう、その一言キャッチーだなと思ったんですけど、ふと思ったのは、え、でもこの3人の上司タイプ全然違くない？そうだよね、まさにあのホトトギスの歌だもんね。ありますよね、泣かぬなら殺してしまえ、泣かぬなら泣かせてみせよ、泣かぬなら泣くまで待とう、そうそうそう、っていうね、3人タイプが全然違うよっていうのをね、僕らも意識してると思いますし、はい、まあ、皆さんも働いてる中で上司という存在、うん、まあ、取引先とかでもいいですけれども、まあ、移動があったり部署が、ね、変わって、ね、上司が変わってみてやりづらいみたいなあるじゃないですか。あるよね、いろんなタイプがいますから、うん、はい、そんな中この黒田官兵衛はこの全然タイプの違い三英傑の上司の下でなんかうまくやっていたと。そうだね、出世を重ねて、うん、まあ、結果的に出世を重ねて黒田藩って言ったら、はい、まあ、福岡、うん、にこう巨大な藩を持って、うん、明治まで続く、うん、その後明治の後もね、あの明治になった後も家族として、はい、こう貴族の、ね、うん、あれとして公家社会、はい、貴族社会、貴族ね、うん、はい、なっていくわけですけれども、で、まあ、この黒田官兵衛、その3人の天下人三英傑に仕えた、これだけの、まあ、すごい話だけども、まあでもさ、はい、別に最初から信長に仕えてたわけじゃないんでしょ。いや、それがそうで、黒田官兵衛が面白いって思うところなんですけど、最初、まあ、彼は、まあ、生まれが播磨の国、今の兵庫県の南側、うん、瀬戸内海側だね、はい、うん、あ、姫路とかね、ああいう場所のイメージだと思うんですけど、そうで、彼が生まれた時ってこの場所って、まあ、西に毛利家、あの当時その、ね、今の中国地方を制圧してもう一大勢力になっている毛利家が西にいてと、で、東に向くと新興勢力でどんどん力をつけてきている織田信長勢力がいると、信長家が、はい、織田信長がいると、そうで、この間に挟まれた弱小国としての播磨の国の中の一部ね、播磨の国のその一部の国の、うん、さらに、うんうん、こう黒田官兵衛っていうのは、うんうん、大名でもなくてそこに仕える家臣の息子みたいなね、はい、もう結構ちょっと遠いというか、はいはいはい、まあ中小企業大企業の下請けぐらいの、うん、さらにその下請けの中の、まあ、役員の子供みたいな、まあ最初それぐらいだから、うん、そうだから、もう今の話例えると、もう黒田官兵衛のなんかポジションってめちゃくちゃちっちゃくって、もうチリみたいなもんじゃないですか。まあそうだね、まあちょっとチリ、まあチリ、チリ、まあチリだろうな、うん、まあ、ちょっと言い過ぎてあの方々かなんか言われそうな気がしますが、うんうん、まあ今あの話にあったけれども、だ彼には主君がいて、
で主君もさらにそのさっきの毛利家側につこうとしている中の、まあ、主君の、うん、まあ、その間に挟まって、うん、まあ、その主君は毛利家につ、うん、はい、つこうとしていると。そうそうそう、そんな中この黒田官兵衛が主君に対して進言したのが、いや今時代は毛利家ではなくこれから来る織田家ですよっていうことで、まあ、先見の明があったんでしょうね。毛利家側ではなく織田家側につきましょうっていうところを、うん、そう主君に対して、まあ、主君は違う考えをしてたんでしょうね、まあ、どちらかというとね、はい、当時一番近くてその毛利家っていうところに、うん、まあ、はい、長いものに巻かれた方がいいやっていう雰囲気の中、うん、はい、いや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 織田信長ですよと、うん、まあね、もうその後は官兵衛が出世して、まあ、元々仕えていた小寺家も力を失っていってしまってってことで、まあ、結果ここの判断っていうのが黒田家にとってもその後の繁栄においてすごく重要な、そう、まあ、成り上がっていくきっかけの、まあ、もしかしたら第一歩だったのかもしれないなっていう。いやいや、間違いなく第一歩だよね、うん、やっぱりどこ、うん、誰にね使えるかっていうところ、はい、うん、まあ、現代で言ったらやっぱりどこの会社に就職するのか、うん、あるいは取引をするのか、うん、トヨタに行くのかテスラに行くのか、はい、やっぱここはね、はい、同じ能力を持ってどっちにも入れるってした時にどっちを選ぶかっていうのは、うん、これは非常に重要な判断、そうですね、だよね、それは僕らも想像がつくよね、うん、つきます。でまさに毛利に行くのか、うん、織田に行くのかというところ、はい、さらにね、織田信長にそれを進言、うん、織田信長の方につくべきだと進言して、うんうん、織田信長のところに行った時に、はい、やっぱりこいつはただもんじゃないというふうに見出されて、うんうん、当時はまだね羽柴秀吉と言われた織田信長の家来だった秀吉のところについて、はい、いろんな武功を挙げていくと、うんうん、はい、まあ、そうして信長にね見出されて秀吉の元で軍功を挙げ、まあ、出世の階段を上っていくという黒田官兵衛、なんかすごいいい感じでキャリアをね上り、出世の階段を上っていくわけですが、その後信長に疑いをかけられて、うん、信長に疑いをかけられるなんてのはこれやばいよね。ちょっとやばいですよね、疑われるだけでね、はい、すぐ疑惑が解消っていうわけに、うん、疑い深い人ですから、そうですね、ホトトギスだったら殺されちゃうっていうね、どうなっちゃうでしょうかというところで、次回お黒田官兵衛がこの疑いをどう払拭し、その先のキャリアを上っていったのかについてお話をしたいなと思います。はい、ということで今日のラジオ歴史小話はここまで。お相手は私リートンとソッシーでした。バイバイ。